伝説と新世代、平野翔と上腕が紡ぐダンススタジオの未来。平野翔ハッシュタグエムステの話。日本の音楽シーンにおいて、ダンスは欠かせない要素となっています。多くのアイドルグループがダンスを通じて、その魅力を発信し、ファンを魅了しています。そんな中、特に注目されるのが伝説的なダンススタジオと、その卒業生たちです。 今回は、平野翔とジョワンが織りなすダンススタジオの新たな物語を紐解いてみましょう。平野翔は、ダンススタジオの歴史において欠かせない存在です。彼のダンスキャリアは、厳しいトレーニングと無数のステージで鍛えられた技術と情熱に支えられています。彼がこのスタジオで学んだことは、単なるダンス技術にとどまらず、努力の大切さや仲間との絆、そして何よりもダンスへの深い愛情です。 僕がこのスタジオで学んだことは、ダンスの技術だけではありませんでした。努力することの大切さ、仲間との絆、そして何よりもダンスへの情熱を学ぶことができました。その経験は、僕の人生を大きく変えました。そして、今、その経験を次の世代に伝えたいと思っています。と平野翔は語ります。ジョアンは、2020年に結成されたアイドルグループで、 そのダンスパフォーマンスはデビュー前から高く評価されています。彼らは数々のダンスコンテストで優勝し、その実力を証明してきました。上腕のメンバーたちは平野章から多くを学び、彼の指導のもとでさらに成長を遂げています。僕たちはこのダンススタジオの伝統を受け継いで、さらに進化したダンスを追求したいと思っています。先輩たちの教えを胸に常に努力し続け、 世界に通用するダンスグループを目指しますと上腕のメンバーは語ります。このダンススタジオは数々のアイドルグループを輩出してきたことで知られています。スタジオの歴史は長くその指導法や独自のスタイルは時代を超えて愛されています。近年ではアイドルだけでなく様々なジャンルに対応できるよう進化を遂げています。時代は変わってもダンスへの情熱は永遠です。僕たちは 常に時代のニーズに対応し、新たなダンスを創造し続けていきます。そして、これからも多くの人々にダンスの楽しさを伝え、夢を叶えるお手伝いをしたいと思っています。と、スタジオの代表者は語ります。平野翔とジョーンは、共に新たな伝説を作り出すために、日々練習に励んでいます。彼らのダンスは、技術的に優れているだけでなく、感情が込められており、見る人の心を揺さぶります。 僕たちのダンスは、ただ技術を見せるだけではありません。僕たちの心の叫び、夢、そして未来への希望を表現しています。ダンスを通じて、多くの人に感動を与え、笑顔を届けたいと思っています。と、平野翔と上腕のメンバーは口を揃えます。このダンススタジオは、これからも進化を続け、次世代の才能を育てていきます。 平野翔は、スタジオの指導者として多くの才能を育成し続けており、彼の経験と知識は次世代のダンサーたちに受け継がれています。上腕もまた、世界に通用するダンスグループとして、平野翔から学んだことを胸に、新たな夢に向かって邁進していきます。平野翔と上腕のメンバーがダンススタジオで練習している様子が映し出されています。 平野翔は自身の経験を活かし、上腕のメンバーにダンスの指導をしています。彼らは平野翔の指導に真剣に取り組み、熱心な表情を見せます。このビデオは平野翔がどのようにダンスを追求してきたのか、そして彼のダンスに対する情熱を垣間見ることができる貴重な資料となっています。彼は18歳の頃の自身のダンスを披露し、 その技術と情熱がどのようにして培われたかを示しています。平野翔は、これからもダンススタジオの指導者として、多くの才能を育成していくことを目指しています。彼は、自身の経験と知識を活かし、次世代のダンス界を担う人材を育成していくでしょう。一方、上腕はこれからも精力的に活動し、世界に通用するダンスグループとして、ダンス界を牽引していくことを目指しています。 彼らは、平野翔から学んだことを胸に、新たな夢に向かって邁進していきます。このダンススタジオは、長年にわたりダンス界に貢献してきました。彼らは、数々の才能を育成し、ダンス界の活性化に寄与してきました。これからも、ダンススタジオは、新たな才能の発掘と育成、そしてダンス界のさらなる発展に貢献していくでしょう。平野翔とジョーアンの物語は、 彼ら自身の努力と情熱だけでなく、ダンススタジオの影響力の大きさを物語っています。このスタジオは、ただの練習場所にとどまらず、才能を乱し、育成し、次世代にそのバトンを渡す場です。彼らが共に築いてきた歴史と絆は、未来のダンサーたちにとってのインスピレーションとなるでしょう。平野翔やジョアンがスタジオで練習を重ねる姿は、多くの若いダンサーたちにとっての指針となっています。 彼らが見せるひたむきな努力と情熱は次世代のダンサーたちに自分もこのようになりたいと思わせる力を持っています。スタジオの環境はただ技術を学ぶだけでなく夢を追いかける勇気を与える場所でもあるのです。平野さんや上腕の皆さんが頑張っている姿を見て自分ももっと頑張ろうと思いましたと語るのはスタジオで学ぶ若きダンサーの一人です。彼らのパフォーマンスは 見ているだけで心が震えます。自分もあんな風に踊れるようになりたいです。ダンスは単なるパフォーマンスではありません。それは感情の表現であり、見る者の,の心を動かす力を持っています。平野翔とジョワンは、その力を最大限に引き出し、観客に感動を与えています。彼らのダンスは、技術だけでなく、深い感情が込められており、その一瞬一瞬が物語を紡いでいます。 僕たちのダンスは技術を見せるだけではありません。僕たちの心の叫び、夢、そして未来への希望を表現しています。と平野章は語ります。彼の言葉はダンスが持つ本質的な力を物語っています。ダンススタジオはこれからも新たな才能を育成し続けます。スタジオの指導者たちは平野章のようなオビーの経験を活かしながら次世代のダンサーたちに道を示していくでしょう。 彼らの情熱と努力はダンススタジオの未来を支え続ける重要な要素です。時代は変わってもダンスへの情熱は永遠です、とスタジオの代表者は語ります。私たちは常に時代のニーズに対応し、新たなダンスを創造し続けていきます。そして、これからも多くの人々にダンスの楽しさを伝え、夢を叶えるお手伝いをしたいと思っています。平野翔と上腕の挑戦は、 これからも続きます。彼らの物語は、ダンススタジオの新たな伝説の始まりであり、ダンス界の未来を切り開くものです。彼らの努力と情熱は、これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。読者の皆さん、あなたが情熱を注ぐ分野は何ですかそして、その情熱を次世代にどう伝えていくべきでしょうか平野章と上腕の物語から学べることは多いはずです。 彼らのように情熱を持って新たな挑戦に立ち向かってみてください。未来はあなたの手の中にあります。その未来をどう切り開いていくのか、平野翔と上腕の物語を通じてもう一度自分自身に問いかけてみてください。情熱と努力は必ず実を結びます。あなたも彼らのように自分の夢を追いかけ、新たな伝説を作り出してみませんか